さあどうもこんにちは、モータージャーナリストのゴミ屋さがです。もうあまりの暑さにもうボケてしまったのか、さあマイクを忘れました。なので今日はこのオスモ3の直マイクでちょっと込めてますので、風とか入ったらすいません。いつもつけてるマイクはね、ほんと風に強いんですけれども、はい、では行きたいと思います。もう早速乗れましたよ。はい、新しいフリードでございます。もうまずはエアーから行きましょう。もうクロスターは後で乗りますので、でエアーでガソリンモデルとハイブリッドモデルがありますので、どちらかというと、あ、まずもうホイール見てもらった瞬間に分かりますよね。はい、ホイールキャップです。なのでこれ EX ではなく通常のグレードになります。まあなので EX になるとプラス8万円9万円ぐらいを払っていただくと、まあ EX になるっていうホンガーステアリングとか、まあこれ後で試乗中にもお伝えしますけれども、はい。でタイヤサイズは変わんないですよ。185の6515を履いております。グッドイヤーですね、履いております。銘柄あとエフィシェントグリップを履いております。もう後ろタイヤも一緒でございます。で外から見た時に4区か2区かはもう全くわからないので、覗きます。はい、覗いた時に、はい、デフありましたね。なので、はい、こちら、四輪駆動の、はい、試乗になります。で、細かくはもうすでにこれお伝えしてますので、内外装を含めてね。なので、そちらを見ていただきたいと思います。まあ、価格で言うと308万円の車両になりますね。エアーの四輪駆動。6人乗りのはずです、こちら。はい、後ろちょっと開けてみましょう。はい、前も。ホンガーステアリングついていないですし、で、さらに、ほら、リアエアコンもないじゃないですか。まあ、なので、これ EX だと、ここに、後ろ用のリアエアコンがついているし、ホンガーステアリングだしっていう、そういったあたりが違いますよね。で、今、シートを跳ね上げてあります。ちょっと跳ね下げてみようか。跳ね上げた方が走りっていいのかな？どうしようかね。まあ、変わんないよね、このぐらいはね。はい。これで、あ、先にこっちを出さないと。ちょっと待って、手が絡むよ。よいしょ。だからこのあたりが、もう少し、これ先にここをくっつけとかないと。はい。で、あとは起こす、ここか。だから片手でやるには起こすのが、これ押しながらこれを引っ張る。あ、無理だ。ちょっと待ってください。はい、できた。ちょっと起こすの手間かかるな。このあたりがワンアクションで行くといいですよね。やっぱりこれ立てておくと、2列目シートこれ以上寝かすことできないし、振り向いた時のやっぱ視認性は悪くなるので、なので荷物を積む以外は基本この3列目は立てた状態で使うんだろうな。なので立てておきましょう。はい。はい。じゃあ、立てて。いいよ。はい。まあこれは寝かしといてもいいのかもね、実際ね。実際のケースだからこういう風に使う方が多いんじゃないですかね。そしたら2列目は大きくリクライニングもできるしっていう形で。はい。では、試乗行きましょうか。さあ、フェザータッチ。はい、パチって。これで閉まるのマジいい。これ、神、最高。うん。さあ、では、試乗行きましょう。エアーの試乗です。四輪駆動です。さあ、エンジンスタート。何かと、はい。何か特別なことが起きるっていう感じではないですね。あとはこれ運転支援も賢くなってるので、じゃあ確認していきましょう。さあ、スタートしていきましょう。いや、まずはね、僕であればですよ。まず、いや、僕あの、ステアリングのフィーリングすごい気にするじゃないですか、この食感。感触？食感？まあ、両方間違ってないですよね。はい。で、だから、それで言うと、EX、ホンガーステアリングになるので、まあ、このあたりが、もっともっと気持ちよい握りごたえ。若干サメ肌感がある、この、まあ、ハンドル。通常グレードね。だから、ここで、リアエアコンとかうんぬんっていうよりも、このホンガーのステアリングの装備でもって、僕はそれが欲しくなる。いや、ちょっと、え？ちょっと、いや、すげえ。いや、結構、いや、でも若干タイヤのゴロゴロあるかな。でも、まあ、たったまだ数分間、数百メーターっていう、まあ、1キロもまだ走ってないような状態ではありますけど、いや、なんか凄さは、わかる。やっぱ静かは静かですね。
新しい新型振動特性滑らか、これ四輪駆動だからかな。いや、そんなことないよね。今日それもあったので、あの今実はマナブさんがですね、ラブカーズ TV のマナブさんが、これの FF 今日は借りる予定になっているので、マナブさんの試乗枠で言うと僕の試乗枠と、だからちょっとそのあたり車をちょっと勝手にシャッフルしてですね、もう二人のチャンネルでより多くの車種を紹介、まあ、グレードですね、紹介しようという形で展開しますので、ちょっとおまけ動画になるか別動画になるか、はい、FF モデルも展開してますので、まずはこれ四輪駆動ね。90キロ重たいわけですよ。FF よりも。そりゃ走り変わるよね。うん。ちょっとここで3-2-1-5やる。後ろいないから、ちょっと速度として、今、速度、後ろ全くいないです。20キロ。3、15、14、3、2、1、ゴー。あ、これ全然テストコースで乗った時よりも、あれ FF だったんですけど、断然姿勢変化少ない。でも、ちょっと若干、もうーって出る感じがある。なら、もうちょっとパワー欲しいよねっていうのはある。まあさすがに、まあモーターだけでも十分なんですけど、253ニュートン。で、120馬力ちょっとですもんね、これモーターで。だからそれで言えば十分ではあるんですけど、やっぱ軽快さっていうところで言うと、まあ絶対二輪駆動だろうなっていうのは今思うところ。3、2、1、ゴー!いやでも十分か。これで遅いっていう人は、そう、まあ僕は言うな。いやー、まあまあでも、まあ生活必需品だからね、必需品っていうか、必需車、必需車、はい。結構乗り心地もいいでしょ。これわざとね、今鈴出してたんですけど、これいつもね、僕この鈴を内側にしまうと音なんなくなるんですけど、これを乗り心地の音とかの、判断にも結構使ってるんですよ。さあ行きましょう。3、2、あ、パワーモード。イーコン、入ってない。はい。3、2、1、ゴー!いや、もうちょいレスポンス欲しいよね。来てからの加速力は、まあ、程よくいい。でも、ひりきって感じちゃうのは、加速が始まるまでのタイムラグだと思う。アクセルレスポンスのどこだと思う。だからこれ B モードにすればいいのか。B モードにして加速する分には、例えば D レンジで3、2、1、ゴー!ゴーっていうぐらい来ないんですよ。で、それを例えば同じような速度で、今日全然空いてる。なんでだろう。さあ、同じような速度まで、はい、落としました。じゃあ行きますよ。3、2、1、ゴッ!まあ、B モードの方が、今手を挙げたところがちょうど来たところですけど、B モードの方が若干は速いかな。なるほど。今このハンドリング含めて、僕が思い描いたフリードの新型のね、フリードの乗り味においては、若干、のそっとしてる。もっと軽快に、もうちょっとなんか、小気味よく気持ちよく走ってた感触があるんだけども、今その姿はここには若干ないかなっていう感触になる。それをダメって取るかどうか。だからここで一つ言えるのは、まだ肉乗ってないから分かんないですけど、予想の範疇ですよ、今のところ。あえて、四輪駆動を必要としない人は、絶対、四駆じゃないと思う。だから、生活必需品として四輪駆動までしっかり考えなくちゃいけないエリアに住んでます。命かかります。まあ、雪国の方ですよね。以外は、なんか、高速道路俺よく乗るからさ、安定感ちょっとでも高い方がいいんだよね。いや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 、十分肉で出てるから、その観点では四輪駆動選ばなくていいと思いますっていう、そういう感じ。
まあ、結構パワー食われるはずですし、燃費も違うので、おそらくというか絶対違いますよね。今テロップがここに、はい、4輪駆動、2輪駆動で燃費がどのぐらい違うか出てるかと思います。なんかね、このハンドル切った時に4輪駆動の方が、なんかね、喧嘩してる。すげえ喧嘩してる。リアタイヤ含めてまっすぐ転がろうっていう力と、曲がりますっていうフロントのこの力がものすごく絶えず喧嘩してて、ボディの若干これで言うとウエスト部分弱いかなみたいな、ボディ剛性もうちょい高めたらこの辺りもビシッとするだろうけど、それをフリードでもたらした時に乗り心地も悪化するだろうし、そんなボディ剛性を求める必要もなくてって考えたら、まあまあこれじゃないのっていう。さあさあ、おおお、行く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 、いいね、行く行く、おお、いいじゃん。これ全部ほぼ任してます。はい、任してる。ちょっとこれ速度高いだろ、これ速度高いだろ、はい、ちょっとだけアシストしてあげた。はい、おお、いい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 、これいい。今回フリードを、実は、こそっとというか、これ僕、大きな進化だと思う。なので、ちょっとの間これで走ってますね。運転支援で。で、運転支援今回、渋滞支援ついたんですよ。だから今までと違って、速度0キロまで全部ケアしてくれます。で、一定時間の間に前の車が動き出すんであれば、それも勝手に追従するっていう渋滞支援モードも入ってるので、なので、基本としてもう半自動運転、絶えずどんな状況でもっていう、今までのフリードって、要は低速になってきた時に運転支援の要はハンドル支援とかそういうのが切れちゃうわけですよ。なのでまあ60キロ50キロ以下 だと効かないですもんね。なのでそうすると、まあせっかく渋滞の時楽にしたいのに、渋滞の時こそ運転しろって言われるみたいな、だからそういう状態だったのが今とっても、うん、賢くなった。いいじゃないですか。さあこっからちょっと追い越し加速いきましょうか。3、2、1、GO。フル加速してます。もうちょっとだけ欲しい感じはあるよね、やっぱ。二輪駆動だと、まあテストコース二輪駆動だとこの感じはなかった。一般道難しいのは、今ね、これ風がどっちから来てるかわからない。もうね、このサイズで、このパワー感、トルク感、負荷でもって乗る車は風向き意識した方がいい。はい。いや、風向きってそのぐらい影響するんですよ、車に。おー、静か。やっぱこの辺りテスト構成感じた通り若干風切り音あり、オーディオをかけていたらほとんど気にならない。で、気になるとしたらちょっと音変わる、少しだけ変わったか。結構この路面の粒々の大きさによって音が違う。でもこのつなぎ目超えた時の、ここ今つなぎ目3、2、1、このつなぎ目超えた時の静かさはお見事。でも路面からのゴーという音は、タイヤの音は、タイヤが路面を接地する音ね。で、タイヤの内部で、まあ、15インチでエアボリュームもあるからこそ響くわけですけど、その音はする。今回僕ちょっとこれ本当最後の結論だと思わなくださいね。今の時点で言うと、これであれば僕は二輪駆動推しかな、今のところ。四輪駆動じゃないかも。でもこの今めちゃくちゃ落ち着いて走ってるんですけど、この落ち着き感が実は四輪駆動のこの90キロ重たいことでもたらされてるものだよって言われたら欲しいってなるかな。あ、
ちなみにあれですよ、テストコースの時にシート超分厚く見えたじゃないですか。別に普通です。まあ普通より若干ね、シートはやっぱしっかりはしてるんですけど、映像で見るほどは実際は、なんでしょう、分厚くないです。あれ、要は魚眼レンズみたいなので撮ってるような形なので、歪み補正入ってはいるんですけど、この端の方まで行くと入ってないんですよ。なので、端の方はちょっと間延びしてるって思ってください。だから僕の今多分耳ぐらいで合わせてあると思うんですけど、耳がちょっとダンボになってるのは、これもう画面の端の方だからです。まあそういうアングルで今撮っております。いや、運転支援いいと思う。さあ、じゃあちょっとカーブ行きましょう。カーブ。はい。さあ、この辺りどうだ結果として、チミはこの中で収まるか。あ、収まったね。収まったけど、ちょっと一瞬ジグザグしたね、相当。今、あえてちょっとこの子に任せましたけど、まあしっかりと走ってはくれた。さあ、急カーブ。ほんとここ結構急カーブ。肉じゃないですか。はい。いや、肉がね、今回良すぎなんですよ、あれ。なんか、四輪駆動にした時に、もっともっと、どしっとリアが落ち着いてくれて、リアがちゃんとストロークして、動いてくれたら、うわ、いいじゃんって思うんだけども、そこまで、なんて言うんだろう、リアがね、そんなに沈まない、この車。もうちょいリアはちょっと沈ましてもいいんじゃないって思う。ここでハンドル切った時にフロントばっか使う。しかし、そもそもの話で視界は超開けております。これは開放感ある。ちょっと今から下道行きますので、ちょっとそこでの、はい、フィーリング確認もしていきましょう。でもここちょっと滑らか路面です。ちょっとここ荒れましたね。こっち行くと、ちょっとこっち行きましょう。こっちの方が若干滑らか路面。ほら。静かでしょ。なので、路面環境が結構影響します。それは覚えておいてもいいかもしれないですね。うん。しかし、この、ありがちな、つなぎ目を超えた時の音は、超静か。これ、15インチ様々だと思います。これ街中は絶対乗り心地いいですよ。ちょっと長めに街中少し東神奈川で降りましょうか。港未来はですね、港未来で降りるのがもちろん一番そこにど真ん中にドンって降りれるので一番いいんですけど、でも、東神奈川で降りるのもいいと思います。突然、なんでそんな道案内始まったか。はい。僕的に気になるの、なんかここにテーブルが欲しい。ここにドリンクホルダーはもういいんですけど、可能であればなんかこの辺りちょっと工夫して、もう少し大きなトレーがここに出てきて、ドリンクをこういう風に置かない時には、例えばここに携帯電話を例えばここに置けますみたいなテーブルとしてね、なんか小物置きとしてここ使えますみたいな、それがあると嬉しいですね。要は携帯電話を置く場所がないんですよ。うん、それがねちょっと気になるところ。携帯電話ここに置くの、ちょっと待って、ここ、これなんかうまくいかんね、うん、なんかねこの辺り、まあ、ペンとか置けるようになってるかな？ちょっと惚れてるので、でも携帯電話の置き場所っていうのがこの車ないんですよ。ここになっちゃうんですよ。だからここにテーブル型があるとすっげー使い勝手良くなると思います。そうだよね。ここでっかいよね。ここでっかいんだけども、ここだ、ここ、ほんとここ、ここ何入ってんだろう、中。これデッドスペースなわけはないけども、ここ、もうちょい工夫して、なんか入れたいね、なんかトレーを。さあ、ブレーキのタッチとかも悪くないですね。はい。いや、ブレーキのタッチほんといいですよ。
ブレーキの立ち位置、ブレーキホールドも確認していきましょう。ここでギューって止まりつつもガックンって言わないように、はい、コントロールって超楽マジ、ブレーキの立ちほんといい。で、こっからスタート。ほら、超滑らか。やっぱね、街中を走る車とかお買い物車は僕これ絶対だと思う。あの、スポーツカーよりも、そのブレーキタッチとかは、こういう一般道において良くないとダメだと思う。要はスポーツカーは、やっぱ高速領域とかのブレーキの効きとかそういうのまで意識するから、多少キクシャクするのは、まあ、しゃあないとして、こういうお買い物車はここでギューって止まった時に最後カックンって言わないように、ほら、コントロールってこのアリさんが歩くような速度みたいな、こういう最後にこれができる。で、このブレーキを外してアクセル踏んで初めてブレーキホールドがじわって抜けるとか、マジこれいい、いい、いい。うん。この慢性的に伝わってくる若干のこの重さ感ね。これが少し気になるかな。あとは若干シートが蒸れる？そこが気になる？で、視認性は振り返った時とか含めて超いい。このあたりもいい。いやー、静か静か。やっぱ段差を越えた時の静かさがすごい。ほら、今ここちょっと路面荒れてたところ、こっから少し滑らか、少し段差があってから、はい、ちょっと急なブレーキかけます、ギューっと。でも最後はちゃんとガクンって言わないように、ほら、コントロールができちゃうんですよ。これ良くないですか。これこれ結構いいと思います。うん。だからこれが四輪駆動だけじゃなくて二輪駆動も持ってるのか、四輪駆動だけの特権なのか、このあたりがわからないので、この車はちょっとここで示させていただき、今日乗るの整理すると、あと、後席もちょっと乗ってみたいんですよ。あと、二輪駆動、この EHEV の二輪駆動も乗ります。さらにはガソリンモデルも乗ります。ガソリンモデルは FF です。四輪駆動じゃないです。まあでも、まあ二輪駆動と四輪駆動の違いとしては EHEV で把握をしていただければいいのではないかなと思います。いやー、今も段差超えた時に超滑らかですよね。なのでちょっとそのあたり今日おまけ動画にどれが入ってるかどうかわからないですけど、何も入ってないのかもしれないですけれども、ひとまずちょっとこの動画はこれにて締めましょう。ちなみに夜の見栄え、まあなんか300万円の車をどう捉えるかではあるんですけど、ワンポイントでもいいので、なんかアンビエントライト欲しいな。アンビエントライトっていうと、なんかこの辺りがなんかきらびやかにっていう、なんかこの辺りのライトがほんのちょっとだけ明るく、なんか間接照明みたいにちょっと照らしてくれるとか、なんかそういう感じでいいんですよね。もうこれ以上、これ放棄で決まってんでしたっけ、走行中気温ずっとつけっぱなしダメなので、なんかもうちょっと夜が少しムーディーで、これだと何がどこにあんのかとか、そういうのがもう真っ暗で見えないんで、なんかこの夜走ってる時に、あ、これどこだっけって、まあ走行中見るなよって話なんですけど、ライトをつけてピカッと明るくなっちゃうか暗いかどっちかみたいなのより、なんかぼやっと明るいみたいな環境が欲しいと思うのは僕だけ、なんかまあそういうのがちょっと欲しいなと思いました。はい、まあ、しかしとってもとっても運転しやすいです。ブレーキコントロールもいいです。僕は結構これ好印象です。まあ若干だから加速のレスポンス重たいねっていう、そのあたり、あとハンドリングにおいて若干ダルッとするよねっていう、四輪駆動だからまあ安定感重視かなっていうところで、まあそのあたりが肉だとどうなるかっていう話ですね。はい、ということで今回もまあいつもの道また走りますし、映像作りますし、E から比較も作りますので、 E から比較何と比べてほしいですか。やっぱシエンタ、シエンタでしょ。まあなので E から比較これと比べてほしいとかありましたら、ぜひそちらもコメントいただければと思います。
ではでは、ひとまずこれにて今回のフリード新型ですね。エアーの四輪駆動ノーマルグレードの方です。EX ではございません。ではでは、今回も最後までご視聴ありがとうございました。イカライフォ。いや、すっごい開けてるよ。生活車にぴったりだよね、ほんと。それでいて、高速道路とかも運転支援がつき、安定感あるから、まあいいじゃないですか。魅力かなり上がりましたよ。さあ、今、鉱石乗り換えました。はい、ちょっと今日はおまけ動画、この鉱石と3列目も行きましょう。で、まあ乗り味としては、前席とどっちがいいかって言ったら、絶対前席の方がいいです。やっぱね、後ろは若干下からの突き上げが入ってくる。前の方がやっぱしなやかで、リアサスの方がちょっと突き上げ系が、って言っても相当マイルドです。はい。なので、これでもって、なんか、ラフな感じとかを思う方はいらっしゃらないと思いますね。とってもとっても快適です。で、まあ足元とかも十分広いのは映像からもわかると思いますし、まあこれ6人乗りですけど、やっぱこのキャプテンシートも快適ですね。まあこの鉱石で育った子供は、まあ Nボックス も子供をダメにする車だと僕は勝手に思ってますけど、すいません、本当。だから Nボックス を乗ったら、もうこっち来ないとダメでしょうね。で、Nボックス から間違いなくこっち来たら、多分、その子供は、あ、お父ちゃん今回の車すごい静かだねって絶対言います。それはもう、絶対っていうぐらい、やっぱ静か。フロア振動も少ないですし、この突き上げの少なさも含めて、いいんじゃないですか。かなり快適。やっぱり15インチっていうのが結構効いてると思います。はい。まあ、あと強いて気になる要素を挙げるとすれば、というか贅沢な要素を挙げるとすれば、シートのこの角度調整度がついてたら、すっごいいいな、みたいな。もう少しお尻が、まあ全然ちょっとお尻沈み込んで座る系なので、スポットちゃんと腿の裏側で体重をブレーキ踏まれても支えてくれるような形にはなってるんですけど、これがもっともっと支えてくれる形になるととってもとっても楽になりますね。でも子供とかで言うと逆にそういうシートの方が疲れちゃうかもしれないんで、まあこれはもう体型に合わせた、いろんな方が乗って平均点を取れる、まあそういうサイズ設定で、まあ形状を施すのでシートって。ちょっと3列目も行ってみよう。さあ3列目。思いのほか、ここの、これ7人乗りか6人乗りかでこの3列目の快適性は雲泥の違いだと思います。足がちょっと行儀悪いですけど、ここを抜けれるのかどうかで、片方の足が抜けれるだけでものすごい楽です、これ。さっきのこれ2列目シートの位置なんですよ。これで言った時に、僕これでも、なんか、こういう3列目まで使う時って仲間でワイワイ移動するような時じゃないですか。なんかこの感じは楽しいんじゃないですか。で、さっきのこれ2列目一番後ろ下がってる状態なので、それで言ったら、十分広いと思います。で、この窓ガラスもすごく大きくなってるので、とっても視認性いいですし、閉鎖感が意外と少ないなっていうのが特徴的かな。まあ、後ろはめっちゃ近いですけどね。はい。後ろから追突とかされたら、まあ、この車に限った話じゃないですけど、やっぱ3列目ってちょっと怖いですよね。まあ、そういうリスクとかはもちろん把握しておくのもいいかと思います。で、乗り味的には、3列目になると、まあ、加速した時の音は、ちょっとうるさいというか、他のシートに比べると、やっぱマフラーが近いからか、出口が。結構加速した時の音は入ってきますけど、車全体静か。でも、振動の共振は若干後ろ、音の共振が出てる、この室内空間でもって、後ろ側がリアから入ってくる音か、若干ウォン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 する。まあ、ピッチにもよると思うんですけど、速度帯とかにも。
でも僕が予想したよりも乗り心地いいです。はい、想像以上の乗り心地の良さあります。やっぱ全体的に静粛性が高いっていうのが、うん、特徴的なところだと思います。これインチアップをしちゃうと突然ガラッと性格変わると思います。今この15インチでもってなんて言うんでしょう、突き上げ感とかもしなやかにタイヤがめちゃくちゃ吸収してます。でその時に発生する音とかの介入とかをまあ周波数を合わせながら一生懸命防ぐためのこの防音箱になってます、この今居住空間が。なので、うん、この乗り心地の良さがあるのかなというところで踏まえていただくといいかなと思います。静か静か、本当静かです。はい、うん、いいと思います。これはい、まあどこの席でも予想以上の想像を超える乗り心地の良さと静かさがあるので、そのあたりは安心していいかと思います。二輪駆動だとどうなんだっていうあたりは二輪駆動の動画見てください。ではでは、いかれぽっ。